きの目ね、これはトニータリのソロ番長でございまして、今のね、
ライブをさせていただきます。こんな感じで小一時間やらせていただきますが、この満場のお客様大丈夫ですか？アリーナのお客様大丈夫ですか？ありがとうございますありがとうございます。えらいとこ来てしもたなってね、後悔してもでももう鍵閉めてますから出られませんで、ね、あんたらあんたらね、さあどんどん参りましょうか。今日はね、ヨーさん曲用意してきたもんな。なんぼやってもええわ、てんこ盛り。もうえらいことやで。私もあの喉が続く限り今日は歌ってみたいと思います。あとはね、私たちの後はこのおしゃれなね、私の息子と同い年の子たちが3人シャーとなんかおしゃれな、あれなんていうの、なんや、あのかっこいいやつ、かっこいいやつとかシャーと弾いてくれる、はい、それまで小1時間我慢してくださいませ。大丈夫ですか？悪い先生にとってね、半分満開そうですか、そうそうそう、あもしゃべくりでございます、はい、そうですね。さあ、この神戸のおしゃれな土地でございますが、私たちは大阪から来てまいりますので、大阪といえば有名なタワーは何でございましょうか？皆さん知ってあります？中天閣は高いやね。通天閣の歌を、なんで神戸まで来て通天閣の歌聞かなあかんねん。あ、そうなんですか、堺。あ、そうです、堺。堺のどこでございますか？北野田。え、北野田よう行くよな。あ、スピニングミル来てくれるし、ちと。
ちょっと場所知らないわ。七度。七度、七度っていうとこな。はい、なそうか、あの、あれやろ、あの、何やった、ほら、あれやんか、そこ。北野田やった、なんかのハンバーグの店。何やの、地下鉄の北野田のとこでしょ。地下鉄のあ、じゃあ、何回こうやって北野田やで。松芝から戻ってきた。あ、そうそう、ごめんね、マジか。あれ、どこと感じがどこ阪神野田のイオンとかなんかあるとこちゃうの。あれは北野田やん、阪神野田やん。うちもうちは野田阪神ま、さあ、おときません。通天閣通天閣の歌を歌ってみたいと思います。いや18禁って書いてある。
名前言うてへんやろな。ね、言うて、あの残ってるやろ、YouTube にな。えらいことやで。その、ね、ほんまに見せやね。もうええやん。いや、ちゃうがな、次の歌がさ。ちょっと未成年にはそれ次の次やで、次やな。ほんまやな、ほんまいきなりこれやってます。そうですね、そうですね、ほんまや。もうね、今日はそうなんです。あの大阪駅から遅いからね、私一人であの缶チューハイを飲んでて待ってたんでございます。ね、ギリギリ来はったやろ。まだどっちがえらい失敗すんのか思ったけど、今ちょっと私が失敗しました。えらいスカタンをやりました。次の歌はスカタンです。イエさんってご存知ですか？皆さん知らんか。
知ってる彼女、ね、知ってる僕知らんねえ。あのね、ちょっとね、あのね、今日はあの印刷した紙、あの受付の方に置いてもらってるんでございますがね、そこにね、ちょっとあの大西ゆかりさんと私たちが一緒にね、写真撮らせてもらったあの写真を載せたあのフライヤーがあるんでございますが、その大西ゆかりさんの曲ばっかりをやる大西ゆかりトリビュートバンドっていうのをやらせてもらってまして、ご本人公認のもとでね、先週もちょっとね、あの泉の国ジャズストリートっていうのがね、あのなんかもう12回もやってはるみたいですね、今年でね、そこにあの出させていただきまして、そしてそのメインステージが大西ゆかりさんでね、初めは何、岡林さん、岡林の上岡林さんって誰って私言うてんの、岡林の上さんやってな、多くの神様、神様なんやな、私全然神様とも知らないけど、はい、あそうですかと思って、ほんでその方がなんかちょっと今日欠席されるということで、代打でその大西ゆかりさんが90本ね、ステージやらはって、でその同じ時間に私ら大西ゆかりさんと同じ曲をやるのに別の会場でね、もうどういうことって言うて、私セットリストだいぶ被ってたみたいな、被って同じ曲ばっかりやってね、同じ曲ばっかりやそう、もうわざと聞こえるように大きくな声で踊ったわ思ってね、スカタもやったそうやってはったから、まあそんな感じでね、なんかちょっと大阪ではあの皆さんね、こういう歌で盛り上がる歌ばっかり大阪弁で歌ってはるあの大西ゆかりさんという方がいらっしゃいましてね、その方私がすっごいずっと追っかけをやってましてね、あのこの度大西ゆかりさんの歌を歌わせていただくようになったんで、またね今日ちょっと帰って YouTube でも見なはれ面白いかな、ちょっとね若いからよう分からへんかもしれんけど、なんかね面白いよもうちょっと説明だよ、え、いやそれ見てみんと分かれへんやろ、やっぱりだってもう何平成生まれやろ、話通じへんもん、うちの息子でさえ昭和生まれやでじゃあ うちの息子まだ昭和生まれの息子やの、それのまだ下やから、うちの息子も話通じへんの、彼なんか全然話通じへん、あそうか、そういうことでございますそうなんですよ、そうです。彼女もね、平成生まれ、あ、一緒ぐらいかな。こっちですか？私と。そうそう、だからね、だんだんこうね、あの年齢を重ねていけば、こういう歌もいいかなと思ってもらえるかなと思います。まあ、一応 YouTube でチェックしとって、あのタグ作ってると思うんでね、あの20年頃ぐらいに聞いてもらったら、あ、あのおばちゃん、あんな弟っておもろかったなと。はい、持ってもらえる歌がありますので、そしてちょっとね、そして神戸を歌いませんかさっきも私はあの失敗してましたが、ちょっと大人チックなね、やらしい歌を今日お子さんも、幸いお子さんもいてませんのでね、6席でございますので、ちょっとだけピンキちゃんのセクシーを込めて歌ってみたいと思います肉と肉でーす、「お願い時計を見る」
幸せになっていただければまた私らの歌もハッピーな気分で聴いていただけるかと思いますが、あと何分いえ、どんだけやったらいいか分からへんし、あとね、ね、あの若い子らもね、退屈してるかなって気になってしまって1曲、2曲大丈夫、飲んでたら大丈夫そうですかね、それお父さん、お母さんでございますみんなもう腕組みしても何やねんなわけわからへんな思ってるからすいませんね、ここだけ盛り上がってまして大阪の笑い、大阪のあの淀川区からね、わざわざありがとうございます、遠いところから来ました、重曹から来ました、ありがとうございますね、ありがとう、もうほんまに心よいでございます、ここいてへんかったらどないしようかな思ってね、同年代若い子はじゃあおばちゃん何事とんねんみたいなもう今日はお二人に向けて歌います、ありがとうございますではいやあ、そう、それはママさん、ママさんも一緒これやからね今日はちょっともうとってもピミちゃん辛いわ頑張ります。では次はね、さっき言いました大西ゆかりさんの名前の入りましたゆかりエクスプロージョン、エクスプロージョンは日本語で言ったら高校の先生、爆発でございます、大爆発、あ、そうなんやな、爆発だよな、そうなの？ピンキーもエクスプローションしますので皆さんで神戸の夜をエクスプローションしましょう、大爆発です、よろしく。飛んだ女と噂になる
ありがとうございます。大丈夫ですか皆さん退屈やな。次はね、あれやで、みんな知ってるでな、これきっとな、平成生まれの子知ってるかな。あ、これは知ってるかもね。社会の人は知ってると思うわ。そら絶対知ってる。だってまあ年代違いちゃいます。そうね、こっちよりやんね。こっちだいぶこっちよりやろ。ひょっとこしたら年上ちゃん。ああ、かもしれない。ほらひょっとこしたら、ひょっとこしたらそうです、そうですそうでございますね。次はね、ちょっと待ってよ。でもあと残すところ2曲や。そうやろ、これとあと1曲。あと、もうめっちゃ早回しやろ。なんかね、皆さん退屈してはるから早うちょっとおしっこも行きたいかなと思ってもうすぐ訪れたけど、え、大丈夫やのかな、なのかな。じゃあ今日時計がないのよ私。ほらほらマジックで書いてないの分かんない大丈夫。45分もやってんの。えらいことやな。またちょうどいいぐらいちゃいますか。今日私も全然喋ってないけども、じゃあ次は、はい、え、これで喋りすぎ言ったらな、普段みんなどんな大迷惑したはんやろうか。さあ、先ほども言いましたように、ね、その社会の彼もきっとそこら辺の若い彼も聞いたことあるかと思います。クレイジーケンさんのタイガー&ドラゴンを歌ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。絶対知ってるよ。
父さん大発声ありがとうございます僕もありがとうねね、今日寝れる夜泣きしたあかんねものすごいな、俺も大人やで酒も飲んどんのにいつまで子供とかすんねんな気が気を飲んどきやな、ありがとうございますね、今日はね、皆さんの優しい目で見守っていただきましてどうもありがとうございます。またね、この神戸の地で今日は初めてでございますのでね、得体の知れへんバンドが来ようと。でもまたね、これは癖になると思うんですちょっとなんか苦いの食べたとか、また食べたいなと思う時ありますやんかそんな感じでね、また思い出した時に止まれへん、そうやろ、ちょっと癖なんねんで、若い時はいらんけどな、年でボケるからな苦いの食べたなんねん、そういう時に呼んでいただけましたら嬉しいかと存じますので、長い間ありがとうございました。最後の一曲をもちまして、はい、終わらせて、とっとと終わらせていただいて、次のね、ワコードのバンドに変わらせていただけたらと思いますが、あの入り口のところにフライヤーを持ってきて置いてますので、ぜひ皆さん、あの3枚、2、3枚ずつ持って帰っていただいて、ちょっと友達に配ってもらえば、近所のポスティングしてもらえば、ね、お金は払えへんけどなで、Facebook の、 あの QR コードをつけてもらって、そうそう、はい、なんか、そう、ま、たよかったら Facebook にいろいろ私たち の、 あの私生活も覗けるかといらんか、誰もそういうことでございますので、今日はね、小一時間ありがとうございましたざっくり言いましたが、はい、最後はね、これはね、先ほども言いました、私たちが、尊敬してやまない大橋ゆかりさんと大阪の天神橋筋商店街というところでストリートライブを私たちがやってる時に、大西ゆかりさんが来てくださいまして、サプライズでね、そして一緒にね、ちょっと歌っていただいた、私たちバンドにとって記念の大事な大事な曲でございます、ザ・ラッキーオールドサンという歌を最後に歌わさせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。なの